200人前後での推移が続いています。東京都によりますと、今日新型コロナウイルスの感染者が新たに207人確認されました。重症者は25人で、昨日より3人増えました。都内の感染者は9月に入って減少傾向を示し、2桁台となる日もありましたが、この5日間は200人前後の高水準で推移しています。